こんにちは。はじめまして。私は50代のおじいさんです。若い頃のからの夢だった医師になるという夢、その夢を実現しようと思いました。これから私は大学医学部という受験を目指して一歩一歩階段を上がっていきます。ゼロからのスタートですが、私の動画を見て応援してくだされば嬉しいです。私はゼロからのスタートなので、教科書を読んでノートに移したり、参考書を読んでノートに移したり、科学を勉強します。
科学の勉強も一段落しましたので、お昼ご飯にします。今日のお昼はおにぎりですね。昆布のおにぎり。生ハムにソースです。コーヒーですね。いただきます。美味しい。これは梅干しが入ってます。お医者さんになることが小さい頃からの夢でした。就職して仕事をしていくうちにお医者さんになるという夢がだんだん遠のいてきました。50歳を過ぎたあたりに自分の人生を振り返ってみて、お医者さんの道をもう一度一から目指してみようと思いました。私が一歩一歩大学医学部への合格への階段を上ることを、この動画を見てくださり皆さんが応援してくだされば嬉しいです。2個目。この梅干しですね。梅干し。